石の村の時は偽物だった。だが彼女は諦めなかった。マミヤはレイと別れ、そしてついに本物の時の居場所を突き止める。時の居場所は鬼の鳴く町カサンドラ。虫一匹すら這い出ることもできない監獄の町。中にいるあらゆるものが死に支配された絶望の町。マミヤから情報を聞いたケンシロウは足早にカサンドラに向かう。マミヤは必死にその後を追った。北斗七星の脇に輝くあの星のようにひっそりとケンシロウを支えられれば、そんな思いを胸に秘めて。帰れ。これは俺自身の問題だ。ケン。第3話、死の門を開けろ。私は戦う。死んでいった人たちのためにも。時はカサンドラというところに捕らえられているわ。武器を奪えないものか。
バカ、こっちに来んじゃねえ。ここを通すことはできねえ。女と思って甘く見ないことね。地獄行きにならないようにね。甘く見たら怪我するわよ。やろう、ここでくたばりやがれ。寄ってたかって育児がないのかしら。この城門開きそうもないわ。他に入れるところはないのかしら。
りやがれ。サンドラから脱走しようとは、いい度胸だ。俺、抵抗してみろ。生き延びてみろ。監視に見つからない道を教えてやる。
んた、俺を助けてくれ。監視が見えない今のうちに。てめえ、どっから来やがった。危なかった。でももう大丈夫だ。ここはご苦労だ。お疲れや、即死決行だぜ。死ねられる。悪いことは言わねえ。とっとと逃げるんだ。ここは疾風の鍵。誰も抜け出すことはできない。今さらぞ。皆殺しにせえと言われとるんでな。We'll be right back.
度と外には出られん。それがカサンドラ伝説だ。女と思って甘く見ないことね。開いたようね。これで剣たちも侵入できるはず。よくやったな、マミヤ。お手柄だ。抜け道があったのね。
しめる者を見逃すことはできない。わしの伝説に挑む女がいるとは。少子。甘く見たのが不運だったわね。